医者さんともみんなも会いたいし、うん、あとキャラ同士でも会いたいだったし、そうね、そう、なんか集約されてる感じがするし、うん、やっぱりほら、彦根ってさ、聖地って呼ばれてるじゃん。あ、そうそうそう、この彦根でしか会えないキャラ同士とかさ、お客さんとかもいるじゃない、ね、だからやっぱすごく会いたい気持ちっていうのがさ、こうみんなにこうあるような気がするんだね、この会場、この彦根って街のこの時期に、うん、確かに、うん、だからすごくそこにハマったのかなと思って。あ、なるほどですね、うん、いいこと言ったよね、ちょっと今言ったっていいことでしょ。もう一回同じこと言っても許されるし、言わないよ。そうですよ、またね、あの吉田バンドで、ほら、厚美さんとかさ、昨日バウアーの厚美さんとかさ、エジケさんとかさ、弾いてくれたじゃない、フナッシー。あ、厚美さんは参加してないんだ。でも厚美さんすごいね、フナッシーと共演したがってる。あ、でもなんかね、なんかちょっと写真一緒に撮らせてもらってほしい、うん、ね、だって、憧れましたけど、熊谷の存在だったし。そうだよね、俺も本当に、俺のバンドでピアノ弾いてくれるなんて、そんなに来るとはと思っていたわけですよ。ましてや、フナッシーと一緒のステージでさ、エジケさんとさ、フナッシーやるなんてね。今日なんてあれでしょ、演劇さんと一緒に遊ぼうなって話を。それ聞いた気がする。何か話した？あ、いや、お互いそんなにそれしてる。大人としての。なるほどね。あ、おはようございます。ありがとうございました。シーン、大人だったね。でもなんか一緒に前日に、うん、おみぎ食べに行った時は、うんうん、めっちゃね、ハードロックの話盛り上がった。したした。エンディケさんすごいハードロック好きなんだよね。そうそうそう、そうそう、ね、マイケルシンカーが好きだけども、あ、本当ですか、本当ですか。じゃあ、アックマンが来たんだね。あ、そうそうそう、マイケルシンカーの話を俺にされるんだよね。楽しかったね。ただマイケルシンカーこの感じ誰も知らなかったっていうね。あ、知らない。ジャーマンメタルとかは分からない。あ、チラホラです。じゃあ、さっきのバウアーの下りも全然わかんなかったよ。まあまあ、しょうがないですよ。しょうがないね。もうその辺の話は、じゃあ、今度居酒屋でやろう。居酒屋です。でも、フナッシーとペオがきっかけで、そこに興味持ってくださる方もいるかもしれない。そうか。あ、そうらしい。あの、無人用ズボンも知らなかったけど、うん、フナッシーきっかけで知ってくれた人結構いたので、嬉しかったですな。そうね。で、あ、おじいはそれ感謝してるのかな。で、あ、おじい、あの、収録したかったのが、うん、基本的に、ふわっとしか聞いてねえな、こんな感じ。多分ね、もうトップスターだから、うん、全部ね、周りが出てちゃうしな。奥さんがマネージメント言ってるから、奥、うん、さんの言うことだけ聞いてよみたいな感じ。そこで、あの、最後の人はすごい真摯、うん、最後水ブッシャーかけられて、また一番ったフナッシーを手差し伸べて握手してくれたのはオジ。それはもう水波のアドリブというか、オジの気持ちでやってくれたから、すごい嬉しかったし、最大限の歓迎をしてくれたわけだ。そう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 、なるほどね。でもフナッシーもトップスターじゃん、言ってみれば。トップスター？フナッシーがオジーに会えた気持ちは、多分会えた気持ちは、多分このお友達がフナッシーに会えた気持ちと同じ感じあるんじゃないかなって思っちゃってるんですよ、どうですか？キャラクターサミット、でその次の日23日に、はい、あの会いたい5をやりましょう。高野さんになったら会いたい。そうなんですね。もうね、スペシャルリスト決まってて、あの昔、あの多分ご存知の方もいっぱいいると思うけど、松岡秀明さんが息を呑む声が聞こえました。来てくれること決定してるんですよ。これね、カンパラとね、小太郎とね、ライブ中に直談判しに出てくれっつって、実は出ますって言ってるんで。あのさ、コタロウのコール力すごいでしょ。え、コタロウ、カッパのコタロウ、え、コール、コール、カッパのコタロウの行動力が半端ない。あ、行動力ね。あ、
スピンって。あ、そう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 、中二になったからさ。で、いろんなとこ入れるようになったね。ああ、で、余計で行動範囲が広がってくるらしい。フラッシュがいたい行動力ってそっちじゃないらしい。違う。違う。相手を手に仕切ったりとかするから。あ、そう。ね、人と人をね、と結びつけるから。やっぱね、ただのカッパじゃねえなって思ってた。すごいですね、中学生で。はね、ちょっと祭壇作って拝まなきゃいけないかもしれないですけど、ね、はい、じゃあ、ではちょっとお時間もいいとこなので、はい、告知があれば。告知はだからあれですよ、あの、はい、会いたい5に、松岡さん来ますんで、あ、その話、僕がやりますみたいなね、はい、あとは11月14日、14日に、あの大阪梅田、アムホールっていうことで、ライブハウスで会いたいパート2を。やります。自信用意ながら来ますので。で、男性少年くんとかも来るって書いてある。ああ、どうなんだ、来るのかな。なんかツイッターでちょっとお見かけした気が。あ、ほんと？はい。それとね、別人っていうのがそこ。あ、じゃあ違ったらごめんなさい。カバルしてるね。はい。あれ、カバルに耐えたりして、カバルが残ったって聞いたら。マジリレしてるらしいわ。ああ、やらかしてた。そんな感じですね。まあ、とりあえず会いたいわ。はい。あと2本あります。はい。よろしかったら皆さん、ぜひとも遊びに来てくださいね。はい。ありますので、ぜひ情報チェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということで、僕はこちらの今回の音を使います。ありがとうございます。じゃあ、ワンショットをお借りして、ワンショットを撮っていただきましょうか。はい、じゃあ皆さんお写真撮ってください。いきますよ、せーの、はい、ダンシビシャー。はい、多分ここの席大丈夫だと思うんですけど、あのご自身が撮られたら下の方にカメラ下げてあげてくださいね。ありがとうございます。プレイしてますよ。Thank you.